ぶちかましで誰から言っとく。秒で黙らす。夜中の夜明け。家族のために体を売ってお金を稼いでいるプリコネ、ハージもあるよ。ということで今回は、仲良し部最後のテレジョのやべえやつである、クロエさんを紹介します。クロエちゃんが遠行してるという風潮。新しいアコちゃんみたいで正直好き。視聴者は兄貴たちもいずれわかる時が来よう。ここ好き。テレジョ2年のクロエだけど、なんか文句あんの？ま、あってもチェンジとかできないけど。補別3万でおなしゃす。あんたって、たまに子供みたいな目するよね。なんか、うちの弟たちに似てるっていうか。多分だけど、人はみんな最初そんな感じのキラッキラした目で生まれてくると思うんだよね。でも、いつの間にかそうじゃなくなって。だから、あんたはそのままでいてほしいなって。そのままのピュアい目でさ。ちょっとバカっぽいけど、うち割と嫌いじゃないよ。かわいい。ということで、クロエさんのプロフィール紹介です。年齢が17歳。身長154センチ、体重42キログラム。聖テレサ女学院の高等部2年生。仲良し部の3人の年齢ではちょうど真ん中です。ランドソルの中でも治安の悪い市街部で育ったため、話し方がキャラっており、テンションはほぼ常に低い、ダウナー系キャラでもあります。低い声、鋭い目つき、愛想のない性格により、お嬢様学校においては、いわゆる不良のレッテルを貼られてしまっています。ジョジョの丈太郎さんと同じですね。喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、教師を二度と学校に来れないようにしたのと、料理がまずかったから代金を踏み倒したのは、半分犯罪だけどね。しかし、見た目や話し方の印象とは違い、優しく気配りができる長女気質の性格で、赤ちゃんな主人公に対しても、弟を見るような目で世話を焼いてくれます。BB 団の葵さんが、誰よりも先に打ち解けたのもクロエさんでした。年の離れた3人の弟と病弱な母親との5人暮らしであり、料理も含めた家事は主にクロエさんが担当しています。高速でアルバイトは禁止されていますが、家族に楽をさせてあげたい、という思いから、学院関係者に会わないように、違法な職場での高収入バイトに精を出しています。なんていい子なんだ。こちらも精を抜かねば。不作法というもの。あとこのへそだしファッションは男の子には刺激が強すぎんよ。ちなみに主人公と出会ってからは考えを改め、飲食店などの普通のアルバイトをしています。ファッションセンスを生かし、コーディネーターを提案したこともありましたが、メルクリウス財団の無茶ぶりに対応できず、採用まではいけませんでした。あと、中二病的なところもあり、アンナさんが名付けた、先行のシグルド、ドラゴンスレイヤーを気に入っています。本人のスキル名もなかなか見中身チックな名前となっています。さらにクロエちゃんの3サイズを知るべく我々はアマゾンの奥地へ飛んだよ。ぼーん。当該情報。管理者の3サイズは、厳重にロックされています。関連情報として、ミスクロエの数値を取得。上から順に80。オーケーロゼッタやめるんだ。殺される。君が無事でも僕と彼は殺される。真実に向かおうとする意志が大事なんだ。さて、お次はボイスを聞きましょう。何？あんたまた道に迷ってんの？しゃあないな。送ってくよ。いや、礼とかいいって別に。なんかそんな気分なんだよね。夜に佇むミステリアスな少女。どうよこれ、漢字出てない？ただの夜勤休憩中なんだけどさ。いいの、こういうのは気分だから。あのさ、あんたのことだから別に意味とかないんだろうけど、無言で人の顔見んのやめて。なんか謎に文字ついてくるから。かわいい。あんたが送ってくれんの？なんそれ、誰が誰に言ってんのよ。夜道は危ないって。ウケる。ちょっとかっこいいじゃん。褒めてくれるの好き。夜っていいよね。なんていうか、いろいろ見えすぎない感じとか、言えないこと言えちゃうノリとか。あと、なんかかっこいいじゃん。ここ内緒のお花畑なんだ。ミミちゃん、あなたにもお使いさせてもらえませんか？ドジッコメイド。今までの修行の成果、ご先祖から逃げるな。今日はお姉さんのおごりよ。
宴の始まりだ、ナンバーガーバロン。なんだこのおばさん。ということで、今日はゆかりさんのおごりなので宴のお時間です。クロエさんの戦闘モーションを見てみましょう。クロエさんは公式の紹介文で、前衛で、手数で圧倒する、ダウナー系エルフ。攻撃するたびに相手に1服、ステータスを追加し、スキルのダメージと物理防御力ダウンに磨きをかける、と紹介されています。開幕にスキル、チコンの黄昏を使用することにより、クロエの攻撃が当たるたびに1服が追加されます。1服は最大66まで追加することができ、1服の数が多ければ多いほど、スキル、白銀の突っ影の威力と物理防御力デバフの効果が高まります。ミニオンバースト、夜中の夜明けの威力は1服では上昇しませんが、ミニオンバースト、夜中の夜明けは1回で20ヒットする多段攻撃なので、1服の付与数を一気に稼ぐことができます。ちなみに EX スキルはバトル開始時に自分の物理攻撃力を中圧するスケンクヨルという名前です。ハイドのスキル名もかっちょいい名前だね。指導者アニスたちは中学生の頃はどんなかっこいい技名を考えたのかな。まさなおに暴露してみよう。ナンバーガーバロン。前頭葉ユニちゃんオーバードライブ。燃え尽きるほどヒート。さて、最後に仲良し部の可愛い担当でも見ていくかな。っていうか前から思ってたけど、もしかしてこの人、恋愛に無関心とか以前にまず、私が美少女である事実に気づいておられなくね。ぐぬぬ、モテたらモテたでめんどくさいんだけど、こうも存在な扱いされるとそれはそれでぐぬぬ。ちくしょう先輩め、こうなったらチェルっと思い知らせてやる。くらえ、みんな大好きチエルちゃんのマックスかわいいムーブ。にゃーん、いったーい、何もないところで転んじゃった。腹パンして。全身複雑骨折で全治5年の大怪我だよ。チエルってば世界一守ってあげたいドジっ子さんだよ。だけどチエル頑張る。生き馬の目を抜くここランドサルで一人けなげにいじらしく立ち上がるの。よいしょ。キャーン、けなげがたたってアキレス腱断裂、全治1世紀。ふえー、誰かが手を貸してくれなきゃもう立てないチェル。誰か誰か。チラチラチラ見てただろ。でも忙しいので NG。 え、また即答。人の話聞いてました。鬼なのかな。あ、お医者さんを呼んでくる。ああ、いや、そこまで大げさな話では。さて、ち直しに仲良し部の真の可愛い担当を見てみよう。どうしよう、まあどうしようも何も、ただこの草引っこ抜いて帰ればいいだけなんだけどさ。あ、そうだ、疲れた。一旦中止。ちょっと休憩してこ。コンチャース。あー、だ、誰、まだ何も取ってないですけど。かわいい。ひょん、かわいい。あのさ、だからさ、いきなり背後から声かけんなっつってんじゃん。ひゃんとか言っちゃったよ。かわいいかよ。かわいいよな。ひゃっ、な、びっくりした。え、誰あんた。やば、フラッときた。ここんとこ忙しくて寝不足が続いてるからな。あとで休憩の時仮眠でも取るか。にゃー。はい、合法タッチ。にゃー、にゃに突然、どこ触って。うちの代わりにあの子らと遊んでくれんのね。びっくりした。いよいよ頭おかしくなったのかと思った。すでにおかしいからセーフセーフ。ウケる。相変わらずいいやつじゃんあいつ。どっちが仲良し部の真の可愛い担当か、その先は君の目で確かめてくれ。ちなみにユニ先輩はセクシー担当だよ。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォローをしてもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、
弟を可愛がる姉気分的なお姉ちゃんは最高なので、キャラを間に入れてはいけないよ。では、さらばだー。